バイエルン継承戦争、バイエルン継承戦争、バイエルン継承戦争は、1778年7月5日から1779年5月13日まで、ボヘミアなど中央で行われた戦争である。列戦条約で終結した。戦争とは言うものの本格的な戦闘はほとんど行われておらず、食料調達に終始したことから、別名、ジャガイモ戦争とも呼ばれる。 1777年12月、バイエルン選定校、マクシミリアン三世ヨーゼフが死去し、これによって、バイエルン系ビッテルスバッハ家は断絶した。バイエルンは同じビッテルスバッハ家のプファリツ、選定校カール四世、フィリップテオドールが合わせて継承することになった。新生ローマ皇帝ヨーゼフ二世がこれに介入する。 オーストリアは以前からバイエルンを自国に編入することを狙っていたが、スペイン継承戦争、オーストリア継承戦争いずれの時も情勢の変化か、これを果たせなかった。ヨーゼフ二世は第一次ポーランド分割に続く領土拡張の後期と考え、カールテオドールにバイエルン選定綱領の活動を要求した。具体的には、ニーダーバイエルンとオーバープハルツである。 カールテオドールは、バイエルンに対する統治意欲がなく、これを二つ返事で受け入れる。ヨーゼフは、翌年1月には早くもニーダーバイエルンに兵を進めて中屯させた。これに猛然と抗議したのが、プロイセンのフリードリヒ大王である。大王はこれによって、オーストリアが、以前の勢力を盛り返すことを恐れた。オーストリアの拡大を阻止するため、大王はこの領土活動に強く反対し、 列強とドイツ諸公に支持を求めた。ロシア、イギリスは大王に同調し、ドイツ諸公も大王を支持して、ヨーゼフを非難した。これに対してヨーゼフは他国への根回しを怠っており、期待していたフランスの支持も得られず孤立する。やむなく、ヨーゼフは一方的な割動ではなく、オーストリア領ネーデルランドとの交換では、うかと提案したが、大王は拒絶した。 交渉は決裂し、開戦に至る。1778年7月、プロイセン軍は、米面に侵攻し、オーストリア軍を、ケーニヒグレーツで包囲した。しかし戦闘はここで終わり、両軍は互いに睨み合いながら、陣地の中で月日を過ごすことになる。和平交渉が始まったからである。交代号マリア・テレジアはもともとこの戦争に、反対だったと言われている。 皇太后は未だヨーゼフに完全には権限を異常しておらず、少なくとも本人にその気はない。ヨーゼフには知らせずに独断で大王に和平を打診した。大王もこれに大筋で応じ、こうして皇帝の頭越しに和平交渉が開始される。しかし交渉は難航した。ヨーゼフは自分を無視して和平提案を行った母に激しく抗議し、自分の単位もほのめかした。 マリア・テレジアは、辛抱強くヨーゼフを説得する一方で、なんとか皇帝のメンツを保つ内容の条約を、まとめようとしたが、大王も、そうやすやすというがままにはならない。交渉は10ヶ月をかけて、ようやくまとまり、1779年5月に、鉄拳条約が結ばれて、戦争は終結した。交渉が行われている間、前線の兵士たちのすることといえば、 占領した土地で畑のジャガイモを掘り出して食べることぐらいであった。ジャガイモ戦争と呼ばれるのはこのためである。結局、オーストリアはイン川の南側に若干の領土を得ることで、ヨーゼフ2世の最低限の対面を保った。大王もオーストリアの拡大を防ぐことができたので満足した。また、この条約においてプロイセンは将来バイロイとアンスバッハの両辺境白薄 いずれも、フォエンツォレルン家の文家が収めたを併合することについて承認させた。大王が、この戦争で、ヨーロッパと新生ローマ帝国における立場を高めたのに対し、ヨーゼフ二世は諸外国から、その拡張主義を警戒されるだけでなく、皇太后との指導権争いが露呈して著しく、権威を損た。米面は、先の二回の戦争、オーストリア継承戦争、 七年戦争に続いてまたも戦場になり、両軍合わせて四十万近い兵隊が一年近くも居座ったため、甚大な被害を受けて、その疲弊と住民の怒りは並々ならぬものがあった。このため、戦争終結後も米面は、情勢不穏な状態が続く。外交面で、オーストリアは、支持を得られず孤立したことを反省し、ヨーゼフ二世は、 ロシアやフランスとの関係再構築に精力的に取り組む。プロイセンも大王主導のもとで結集し、オーストリアを警戒すべきと帝国諸侯に働きかける一方で列強にオーストリアの拡大を認めないよう要請した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。